きの崩れ待ち。腹氷が尽きても梅ちゃんは平気そう。暑さに強いって本当なんですね。とここでマレーシアの若者にドリドリとチューニングカーについていろいろと尋ねてみました。土屋さんはマレーシアでも有名で NSX に乗っていたことや、あとはドリフト界でもすごく有名なので、今回レースに参加してくれたことは非常に嬉しいです。私は土屋さん大好き。ドリフトをやってもレースをやってもすごいし尊敬してる。私も土屋に乗りたい。ペンタゴンというチューニングショップをやっているクリスです。ジェイズレーシングのパーツはストリートでも非常にいいパフォーマンスを発揮してくれています。またジェイズレーシングは非常にポピュラーです。レースは美しい夕暮れから夜を迎える。現在ドライバーは順調につないで久保田。夕日が目に入り一番難しい時間。気温も下がり、この時点でクールスーツも復活。久保田がピットイン。経験豊富なジェイズ、オイルを確認する様もお手の物。そして土屋のナイトセッションがスタート。ルマンと違い純正ヘッドライトは相当暗そう。土屋さん、コールスーツ無事動いてますでしょうか。はい、元気ですよ。クールスーツもドリドリもご機嫌。土屋曰く、クリップが暗くて見えないというコース、後方確認を怠ったシビックがインを締めてきたため接触。幸いダメージはなく無事走行を続ける。上位陣がリタイアしていく中、ゼッケン64ジーズはついにクラス3位へ浮上。総合でも10位につける。その後梅ちゃんが最後のスティントを終えて久保田に交代。僕の仕事終わりで終わりました。あとは、久保田と土屋さんにお任せしますので。なんとここでクラス3位のアストンがトップ走行中のペトロナスと接触しリタイア。これで2位へ浮上。クールスーツ故障による脱水症状から土屋の体全体に疲労がたまる。腕も痛む。残り30分、久保田がピットイン。最後のピットを無事こなし、マシンを土屋に託す。まあ一応自分の仕事はね、やり遂げたかなっていうのはありますけど、まあでももうちょっとペース上げればね、瀬戸遠行を今日の朝やったんで、それがもうちょっといい方向にはまってればもうちょっと楽にレースできるかなと思ったんですけど。残り15分、なんとクラストップのラディカルが緊急ピットイン。チェッカー優先のこのレース、状況次第で2年連続クラス優勝の可能性も出てきた。だがミラクルもここまで。ラディカルが走り出す。長い12時間レースもあと3分でフィニッシュです。いよいよゴール。ピットへドリドリからの無線が届く。そして栄光のチェッカー、激闘の12時間を満身創痍のドリドリが締めくくった。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいです、いいです。みんなありがとう。お疲れ様でした。いやもうね、本当にどんなレースでも楽しんで上がってるのがね、改めて分かったよね。年寄りにはきついね。いやまだまだ。やっぱこういう若いのがやらないとダメだね。優勝か。優勝。おー、お疲れ様でした。優勝。ホットバージョン。
なんと今日100号です。おめでとうございます。それでも優勝おめでとう。ありがとうございます。チームが一丸となってつないだ12時間のチェッカー、みんなありがとう。これだからレースはいくつになってもやめられないね。ドリドリ